こんにちは、アンドアークののぞみです。はい、今回はレディース企画ということなんですけれども、9月に入りまして、皆さんも秋服を探されてる方も多いんじゃないかなと思うんですけれども、レディーススタッフで秋どういうお洋服を着るかコーディネートをご紹介していきたいと思います。では早速私からご紹介させていただきます。はい、まず私がシンプルなコーディネートなんですけど、まずこのブラウスがかなこ堺の 23AW のものですね。デニムパンツがアクネステディウスのものです。これを最近ちょっと買いました。ブーツがガニーのレザーのブーツを去年あたりに買ったので、それを履いてます。ちょっと重みのあるようなバランス感のものですね。私はこのかなこ堺のブラウスをメインにコーディネート組んでみたんですけど、まだこう寒いわけではないし、でもなんかもう袖物が欲しいかなっていうぐらいの時期だったので、ちょっと軽めのブラウスシャツがいいなと思ってかなこ堺を選んだんですけれども、素材がこれ取り寄せテントなので、ちょっとこうシルクにも似てるような素材感で、この光沢感だったりとかとろみがある感じはちょっと涼しげで上品なので、なんかこの9月とか10月とかにいいんじゃないかなと思って選びました。ちょっとこれ丈が長くって、しかもウエストがこうシェイプされてる形なので、もうかなこ堺のルックとかでもよく見るんですけど、ウエストら辺から下はもう全部開けて、こんな感じで何ですかね、こう足長効果みたいなバランスの取れる着方にしてます。でデニムパンツは結構こう長めでたまる感じなんですけど、秋とか冬はブーツで合わせてもいいですし、あとはこう私は結構先のとんがったパンプスとかちょっとツンとつま先を見せても可愛いかなと思ってこのデニムを選びました。まあでもまだライトアウターとかは結構私は暑がりなので、まだちょっと早いかなと思って、まあお袖物ですね、本当にシャツとかあとカットソーとかを集めてる感じになります。そしたら次に2人目のスタッフにご紹介していただきます。ディアバイアークの真宙です。秋のコーディネートを紹介していきます。まずジャケットがロドリディオンのデニムジャケットです。で中に着たシャツがヤエカのシャツで、ボトムスにリドのパンツを合わせています。でシューズがエンダースキーマーで、バッグも同じエンダースキーマーのものを合わせてみました。でその他アクセサリーがフィリップ・オーディベールのピアスにマリファのネックレス、同じくフィリップ・オーディベールのリングをつけています。ベルトがホワイトハウスコックスのものを着用しております。秋のコーディネートなので、朝晩の寒暖差のことを意識して、日中は脱いでシャツ1枚で過ごせるように、で朝晩の日寒い時にはジャケットを羽織って温度調節できるように意識して組んでみました。コーディネートを組む上で普段気にしていることは、身長が155センチであまり高くはないので、ショート丈のジャケットにハイウエスト気味のパンツを合わせることでスタイルアップの効果を狙っています。秋はまだまだ日中の気温が上がる日が割と多くあるので、中にこのようなコットン地のシャツを着ることでさらっと日中も快適に過ごすことができます。とシャツやパンツが割とメンズライクなデザインなので、このジャケットのコンパクトなデザインやネックレスやピアスで女性らしさをプラスしています。コーディネートの紹介は以上になります。ありがとうございました。アンドアークのゆきなです。今日はおすすめの秋のコーディネートを紹介いたします。ロクのシースルートップスに豆黒ゴーチのビスチェとアンスクリアのデニムを合わせました。あと小物はジルサンダーのカンノーロと、靴はフラテリ・ジャコメッティのシューズになります。今日のコーディネートのポイントはこの豆のビスチェになります。草花を全体的に刺繍しているので白なんですけど、結構立体感もあってポイントになってくれるかなと思って今日選びました。秋のコーディネートを組む上で意識していることは、夏でシンプルなコーディネートになりがちだったので、今日はレイヤードスタイルを意識して組んでみました。カラーもちょっと夏から秋に向けて変えていきたいので、落ち着きのあるこういった肌なじみのいい色だったりとか、小物はこういった深みのあるカラーを選んでアイテムで合わせてみました。あとは秋なのでデニムも合わせてみました。こちらはアンスクリアのデニムになります。私は153センチでちょっとあんまり身長がない
いんでデニム合わせづらいものが多いんですけど、こちらのアイテムは以前まではちょっとサイズ展開が少なくて合わせづらかったんですけど、今季からサイズが増えて今28、一番小さいサイズを着用しているので丈感もちょうどよくて、あとプレスも入ってるので足長効果もあって結構お気に入りのアイテムです。紹介は以上になります。ありがとうございました。こんにちは、アンダークのリオです。今日は秋コーデをご紹介いたします。本日着用しているのが今シーズンからお取り扱いが始まったフェティコのボディースーツと、今季のマメのスラックスと、バッグが MM6 のショルダーバッグ、あとはガニーのラバーブーツを着用しております。秋のコーデのポイントとしましては、トップスは薄手のものなんですけれども、春とか秋はもちろん着れますし、冬も上にアウターとか羽織っていただくと中が結構ギャザーたっぷりなのですごいアクセントになって可愛いかなって思います。でパンツなんですけれども、素材がウールなのですごくあったかく着れますし、センタープレスだったりとか、あとはハイウエストでフレアなシルエットになっているので、とってもスタイルアップ効果とかもあって魅力的に着れるかなと思います。このコーデで私が行きたいところは、トップスがやっぱり芸術品っぽいものなので美術館とかに行きたいかなと思います。私が秋のコーデで意識していることなんですけれども、例えばキャミソールの上にジャケットを着たりとか、あとはソックスとサンダルを合わせたりとか、こういうちょうどいい季節にしかできないようなコーデをしたいなと心がけております。紹介は以上になります。ありがとうございました。はい、どうでしたでしょうか。今日は4人分のスタッフの秋のコーディネートをご紹介したんですけれども、そうですね、皆さん結構やっぱ素材で選んだりとか、あとはもうこれから冬になってアウター着たらどうやって着れるかとか、もうそこまで考えてたり、あとはもうレディースってやっぱりいろんな本当に幅広い系統があるので個性がたくさんあってすごい見どころはあったので楽しかったですし、私も秋服どうやって選ぶかすごく勉強になりました。今回スタッフがご紹介した商品は動画の概要欄の方に記載ございますので、ぜひそちらチェックをお願いいたします。そして毎週土曜日の夜18時からアークネッツの YouTube チャンネル、アークスタジオで YouTube ライブを行っておりますので、ぜひそちらも見ていただけると嬉しいです。はい、それでは今回の動画は以上になります。面白かったなという方はぜひグッドボタンとコメントをお待ちしております。それでは今回の動画は以上です。ありがとうございました。